イエスは、十二人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能を授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使との名は次の通りである。まず、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ。 ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネフィリポとバルトロマイトマスと朝鮮人のマタイアルファイの子ヤコブとタダイ熱心党のシモンそれにイエスを裏切ったイスカリオテのユダであるイエスは この12人を派遣するにあたり次のように命じられた「違法人の道に行ってはならない」「またサマリア人の町に入ってはならない」「むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい」「行って天の国は近づいた」と述べ伝えなさい「病人を癒し 死者を生き返らせ、雷病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない。 働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は、 彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に帰ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の誇りを払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日には、 この町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む私はあなた方を使わすそれは狼の群れに羊を送り込むようなものだだから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい 人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また、私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異法人に証をすることになる。引き渡されたときは、何をどう言おうかと心配してはならない。そのときには、 言うべきことは教えられる実は話すのはあなた方ではなくあなた方の中で語ってくださる父の霊である兄弟は兄弟よ父は子を死に追いやり子は親に反抗して殺すだろうまた私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさいはっきり言っておくあなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る弟子は死に勝る者ではなく しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば、それで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族のものはもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。 覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。 むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽の雀が1アサリオンで売られているではないか。だが、その1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから、 恐れるなあなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表すものは私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし 人々の前で私を知らないというものは私も天の父の前でその人を知らないという私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない平和ではなく剣をもたらすために来たのだ 私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に。こうして自分の家族のものが敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も,のも 私にふさわしくないまた自分の十字架を担って私に従わないものは私にふさわしくない。自分の命を得ようとするものはそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。 あなた方を受け入れる人は、私を受け入れ、私を受け入れる人は、私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は、預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は、正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく。 私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。